スーパーロボット対戦 D は、バンプレストから発売された、シミュレーション RPG。本作の設定は、第2次、スーパーロボット対戦 OG 以降の、スーパーロボット対戦 OG シリーズにも登場している。以下、同シリーズについて記載する、再、第2次、OG、OG シリーズなどと、略表記し、別途記載する。SD で表現されたロボットたちが共演する、クロスオーバー作品。 スーパーロボット対戦シリーズの一つ。ゲームボーイアドバンスで発売された同シリーズの4作目にあたる。キャッチコピーは地球消滅。全38話。ルートの選択次第で35から37話に縮小することもあるが、大半のステージが前後編で構成されているため、実際のボリュームはそれより多い。プロローグと分岐を含めて、全54ステージ。 前作、スーパーロボット対戦 R が簡単すぎたということもあり、本作は難易度がやや高めに設定されている。戦闘シーンではフルアニメーションではないものの、第2次、スーパーロボット対戦 α を参考に一部の演出で動く。また、発生するカットインの数も前作までより大幅に増えた。これは、 スーパーロボット対戦オリジナルジェネレーションとの差別化を考えてのことである。本作の最大の特徴として、ストーリー展開がこれまでの作品と大きく異なる点が挙げられる。シン・ゲッターロボ世界最後の日がストーリー展開において大きな役割を果たしており、オープニングシナリオでは一貫してこの作品の物語が扱われている。その後もシナリオ全編通じて、 影響を与えており、特徴的な大廃的世界観を作り上げた。また、原作において、主人公の敵対関係にあった多数のキャラクターたちが仲間になるのも特徴の一つ。このうち、機動戦士ガンダム逆襲のシャアのギュネーガスは男主人公の友人になるなど出番が多い。これは、 スーパーロボット対戦インパクト R 第2次スーパーロボット対戦アルファと機動戦士ガンダム逆襲のシャアのストーリーが続いていたため違う展開にしたかったのと男主人公と絡めやすいキャラクターはギュネしか存在せず話の流れ上必然的にそうなったというサオトメ博士の起こした事件によって世界が荒廃してから13年後 フェリオラドクリフ博士とその息子、ジョッシュ、娘、リムの兄弟は、研究員たちと共に、南極の古代遺跡、ファブラホレースを調査していたが、遺跡最深部の次元の扉から異次元からの侵略者、ルイーナが出現。そして地球は、謎の黒いフィールドに覆われ、断絶状態となる。その頃宇宙では、ネオージオンのアクシズ地球落下作戦が行われようとしていたが、 その最中に地球が消滅してしまう。これにより混乱した事態の収拾を図るため、ネオジオンのシャーアーズナブル、オーゼットのトレーズクシュリナーダや、レディアン、マクロス7艦隊のマクシミリアンジーナス、リガミリティアの神ハヤトラは、宇宙と地上の異なる場所で、それぞれ同盟を結ぶ。遺跡での事故の際、空間を飛び越え吹き飛ばされたジョシュトリームは、味方勢力に保護され、 彼らと共に、その原因に立ち向かうことになる。マークは、シリーズ初参戦作品。初登場は、シン・ゲッター・ロボ世界最後の日、マクロス7、未来ロボ・ダルタニアス、メガゾーン23、ザ・ビッグ・オーの5作品。その他 OVA、六神合体ゴッドマーズ17歳の伝説から、OVA 版デザインのガイアートゴッドマーズが登場。メガゾーン十三は、主に二作目の、 メガゾーン23パート2秘密区、だ、さ、いのストーリーを再現しているが、キャラクターデザインは一作目のものを採用する。新規作品のうち、最も世界観が特殊なメガゾーン23は、プロデューサーの寺田隆信が、スパロボに出すにあたって一番制限を受けてしまった作品と称するなど、特に扱いが難しかったという。また、ザビック王、マクロスナナなども、 原作をアレンジしてストーリーに組み込んでいるがゲーム中での説明では限界があるため世界観を再現しきれていない作品が多かったとコメントしているここでは本作特有のシステムや新規追加変更されたシステムについて解説するシリーズ共通のシステムについてはスーパーロボット対戦シリーズのシステムを参照本作のシステムは前作 R のものを基本的に踏襲する。どこでも、セーブや OG で導入されたボタン操作の左集中など、携帯機に特化したシステムを持つ。さらに会話の巻き戻しや会話でも自体のスキップ機能を実装した。本作では新たに、ミニゲーム、爪スパロボが搭載されたほか、強化パーツの売却や、主人公機の武器名変更、特殊効果武器の追加が行われた。 OG 以来の出撃準備も健在である。さらには最大まで強化したユニットにボーナスとしてさらなる強化を付加するフル改造ボーナスが GBA のシリーズ作品で初めて実装された。主人公は男女二人から選択可能。声優は第二次 OG にて初めて設定された。なお、本作の時点ではオリジナルの BGM の名称が不明であったが、 第二次 OG に本作のキャラクターが登場するにあたり、名称が判明した。通称リテク。南極で発見された謎の遺跡の発掘と研究に従事する科学者集団。ドクトル・クリフやフェリオラ・ラド・クリフなどは典型的なリテクである。その古さにもかかわらず、なんだ歴史的発見の得られない南極遺跡に未だ執着しているという点から、 世間では、冷淡な目で見られることが多いようだ。インベーダーに対する自衛のため機動兵器のパイロットを雇い入れているほか、遺跡から得られた技術を応用した、機動兵器の独自開発までも言っていた。フェリオラド・クリフが、ファブラ・ホレースの封印を解放したことで、宇宙規模の混乱を招いた上に、大勢の犠牲者を出してしまった。ただし、 同時に、アクシズ落としを阻止して結果的に地球を救ってもいる。OG シリーズでは、南極のマザーベースを拠点とする科学者集団。南極遺跡の存在を得口その研究に取り組んで、いたが、資金難から、機動兵器の売り込みをせざるを得なくなった。ルイーナの発生がきっかけで、離散状態となり、封印戦争後すべての研究資料は、連邦軍に接収された。 南極で発見された謎の遺跡から出現した異次元のエネルギー生命体が生み出した勢力。人間体のベースはフェリオ・ラドクリフの肉体。本来は意志や肉体を持たず破滅のみを求めるエネルギー生命体であるがフェリオの体を取り込んだことによって疑似的に構築された意識を持つようになった。メリオルエッセと呼ばれる指揮官を要する。 破滅の王と呼ばれる存在をこの宇宙へ呼び入れることを目的として活動する。名称のルイーナとは破滅、もしくは廃墟や遺跡を意味するラテン語。共通 BGM はデバステーター。採用技術探査機 CM のナレーションは2バージョンあり。一つが今作で初登場したマクロス7の熱気バサラとミレーヌ FG ナスの初参戦を喜ぶ会話。 もう一つが、機動戦士ガンダム逆襲のシャアのシャアアズナブルが、冒頭部の地球上密を間近に見て驚くもの。ありがとうございます。